西山孝弘選手です。お疲れ様でした。はい、どうも皆さんどうもどうも。初日は第2レースの出走だったんですけど、はい、その前に開会式の一仕事がありましたが、はい、今日のパフォーマンスはあれはパクリですか？まあどっちかというと、まあ今からのこの社会はパクリパクられの世界になる。そうでしょう、やっぱ。でもだいぶこうハマってましたけど、はい、大声援、はい、ネタとしてはあれはもう前から温めていた。昨日即興、昨日後輩にこれ使ってくださいって T シャツもらって、あーみたいな。用意してくれたんだ。用意なし、はい。おお。やってましたね。後輩の中っていうやつが私の彼氏です。あ、刺された土屋くんでーす。いちごで刺された土屋選手登場です。はい、言い訳をどうぞ。言い訳をどうぞ。3レース1号で土屋智則選手登場です。はい、言い訳言い訳どうぞ。言い訳ないですよ。はい。明日に向かって一言どうぞ。頑張ります。土屋さん、あのごめんなさい、昨日全景1番時計で、はい、なんか結構気配いいっていう評判だったんですけど、はい、今日本番でどうでしたこれ？展示がちょっと乗りづらくて、はい、まあ、今の片岡マー君のレースじゃないですけど、なんか握ったら飛びそうだったんで。腕ってる感じですか？いや、なんかちょっと乗りづらかった、周回展示なので、それでちょっと安全策を取ってしまいました。その分刺されてしまったということで、はい、じゃあ明日以降巻き返しに期待してますんで、はい、頑張ります。皆さん、はい、2レースの4号艇からでしたけど、はい、刺してバック2番手まであるかなっていうところもあったんですけど、ね、今日状態としてはどうだったですか？いや、体感は全然合ってないんですけど、レースに行ったらそう、なんか弱い感じはしないですよね。十分このエンジンなら十分ってどんな感じですかね、はい、しっかり合わせます。じゃあ一言ファンに向かってお願いします。打倒土屋智則、頑張ります。土屋選手、西山選手、お二方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。